トミカのパッケージ。箱箱の車は写真ではなくイラストである。トミカは1970年から宝トミーのトミーブランドより販売されている自動車玩具である。2020年には誕生50周年を迎えた。トミー時代からの主力商品であり、発売から長年愛されるロングセラー商品である。同社の鉄道玩具であるプラレールと組み合わせて、 遊べるように設計されており、プラレールと互換性を持たせた商品も発売されている。年に一度、主要都市等で開催されるイベント、トミカ博は、プラレール博とともに、トミーの重要なイベントの一つであり、多くの来場者を集めている。トミカが発売された1970年当時、国産車のミニカーといえば、ダイヤペットや、モデルペットに代表される標準スケールが中心であり、 小スケールミニカーは細々と輸入される海外ブランドしか存在しなかった。この状況に目をつけ、国産車の本格的小スケールミニカーとして発売されたのがトミカである。トミカは当時小スケールミニカーの第一人者であったマッチボックスを参考としており、縮尺はまちまちで箱の大きさを統一、番号による入れ替え性、アルミ箔を押し付けるホットスタンプと呼ばれる技法を、 用いたクロームメッキ風のホイールの表現と細いタイヤ、板バネによるサスペンション機能、そしてドアやボンネット、トランクなどの開閉アクション、これらはすべて当時のマッチボックスに範を取ったものである。トミカは発売後大成功を収め、前日のダイヤペットからも、小スケールで、チェリカというライバル製品も発売されるほど多大な影響を与えた。手頃な価格と実写に、忠実な造形から、 コレクションの対象にもされており、現在では世界中にコレクターが存在し、絶版トミカを扱う専門ショップも全国に点在している。トミカの名称は、トミーのミニカーの略ではなく、富山美マ太郎のトミが由来となっている。ただし、会社名のトミーも富山製から来ているため、トミーのミニカーという由来も間違いではない。また、トミーが作る車だから、トミーカーを呼びやすく、 トミカと名付けたとする資料もある。箱のイメージは発売から一貫してボックスアート風イラストが使用されているが一部の製品では製品写真や実写の画像が使われたこともある。1970年から発売されている通常シリーズ。ほとんどの車種に可動アクションと車軸のピアノ線を用いた疑似的なサスペンションが設けられていることが大きな特徴。 乗用車では、側面ドアやテールゲート、働く車では車種に応じた稼働機構がつく。実車の大きさを問わず、統一サイズのパッケージを基準に取材、設計され、完成まで約9ヶ月以上かかるが、一部の車種は反則活動の一環として、実車の発表と同時に製品化されるものもある。縮尺は各車種で異なり、乗用車は大体1、60スケール前後。 それ以外は車種によって縮尺が変わり、縮尺表記がないものもある。当初は国産車のみだったが1976年に外国車シリーズが追加。一時期は国産車110代、外国車70代で両者合わせて180代のラインナップだったが、1980年に国産車80代、外国車40代の120代体制に縮小。 1988年に外国車シリーズが国産車に統合される形で廃止となり120番体制となった。2009年1月からはトレーラーや大型研機、鉄道車両などを製品化したロングタイプトミカシリーズが通常品の続番で登場し、その後2012年12月よりキャラクター、映像作品とコラボレーションしたドリームトミカが加わった。 同種の他社ミニカーとの違いとして、乗用車以外のラインナップが充実している点が挙げられる。消防車やショベルカー、ゴミ収集車といった働く車の定番から変わったところでは、船舶、ヘリコプター、納期などといった乗り物までラインナップされている。また安全面の観点から実車を再現しながら、造形は丸みを帯びさせるようにしており、乗用車では一部の車種を除き、 ドアミラーを装備していないのも特徴である。レーシングカーに関しては、長年、ハセミ・マサヒロのスポンサーを務めていた関係から、彼が乗ったマシンやハセミ・モーター・スポーツのマシンを中心に製品化されていた。2016年から新たに、ネッツ・トヨタ・ウモレーシングチームのスポンサーについており、86、BRZ レースに出場するトヨタ86を製品化している。 現在までに約1000車種が製造、販売されており、メーカーによるギフトセットやアソート品、企業や団体、小売店の特注品など、数多くのバリエーションが存在している。30以上の国と地域で販売されており、累計販売個数は6億4000台を超える。年間で発売される車種は、現在では24台前後である。 発売当初から1999年までは発売日が特に定められておらず、新車情報は毎年刊行されるカタログなどで告知されるのみだったが、2000年以降は毎月第3土曜日をトミカの日と制定して、通常日種の新車が必ず発売されることとなった。2003年6月から2006年3月まで及び2011年7月以降の新車の1台は、 初回特別仕様と称する仕様違いの製品が用意されている。当初は日本国内のみの発売だったが、1974年からはポケットカーズのブランド名でアメリカ及びヨーロッパへの輸出を開始、1980年代前半まで発売が続いた。現在は日本以外にアジア圏ヨーロッパ、アメリカと計30カ国で発売している。 2011年以降はアジアイカーを製品化した海外専売モデルが登場しており、中国車は CN、韓国車は KR、東南アジア県車は AS というシリーズナンバーが当てられている。主なシリーズ商品2001年4月から2013年6月まで発売されたシリーズでレギュラートミカの塗装、パーツ、タイヤ、ホイールなどをよりリアルに仕上げたもの。 このため、対象年齢は14歳以上となり、ディスプレイ専用モデルとなった。通常品の改装品がほとんどだが、中にはこのシリーズ向けに金型を新造したものもある。当初は国産の旧型車種だけだったが、次第に現行車や外国車、商用車などがモデル化されるようになった。2005年4月から2006年6月の間は、 スーパー GT で活躍する車種が専門的にモデル化されていた。トミカと同様新車発売日が制定されており、発売は通常品より1周遅れの毎月第4土曜日であった。なお、2002年には後述するトミカダンディの金型を流用し、塗装やパーツなどをリアルに仕上げたトミカリミテッド S シリーズが発売された。トミカリミテッドの発売以降、 それまでおもちゃ扱いされていた小スケールミニカーも鑑賞用モデルが登場するようになり、その後各社から同様のミニカーが発売されるようになった。トミカリミテッドヴィンテージ2004年から開始された開閉アクションのないディスプレイ専門モデルの新シリーズ。もしもトミカが昭和30年代に誕生していたらというコンセプトにより昭和30から40年代の旧車、 そして1980年代のネオヒストリック社を中心とするリミテッドビンテージネオというシリーズが展開されている。なお、このシリーズは宝トミーではなく、トミーテックが生産、販売を担当している。2015年4月から発売開始された新シリーズで、おおむね3ヶ月おきに新製品が発売される。トミカリミテッドの実質後継にあたるシリーズだが、 金型は専用に新規制作されたものを使用しており、レギュラートミカと同様に番号による入れ替えも行われる。タイヤはトミカリミテッドと異なり、レギュラートミカと同様の ABS 樹脂を使用している。また、レギュラートミカと異なり小型パーツを取り付けて完成させる車種もある。対象年齢は14歳以上から6歳以上に引き下げられた。 トミカリミテッドヴィンテージと同様、商品化される車種は旧車が中心となっており、過去にレギュラートミカで製品化された車種も本シリーズで登場することもある。不定期にタカラトミーモール限定品としてバリエーションが登場するほか、2018年8月からは一部車種でカラーバリエーションの発売記念仕様が用意されており、パッケージデザインは通常品の黒から赤に、 変更されている。2018年11月からは、標準スケールのトミカプレミアム RS もラインナップに加わった。1976年に誕生した独立品版のシリーズでトレーラートラックやタンクローリー、バスといった長尺の車種がメインに製品化された。1994年に生産中止となったが2009年に通常品の続版として復活している。 1972年から発売された標準スケールのミニカーシリーズ。トラック、バス等も存在し、当初はスケールがまちまちだったが、1977年以降1、43スケールに統一された。トミカと同様様々な車種がラインナップされ、スケールが拡大された分離テールやギミックも充実していたが、1994年に生産中止となった。 なお同ブランドは2001年にトミカ30周年を記念して復刻。その前後にも何度か復刻生産をしている。1973年から発売されたシリーズ。戦闘機や旅客機をモデル化したものを。ロッキードイ104、ダグラス DB-7 ハボック、P-47D サンダーボルト、P-51 ムスタング、ボーイング707、ミグ21、 ゼロ戦闘がモデル化されていた。現在もギフトセットの一つであるエアポートセットの一部として継承されている。2000年に展開されていた1000スケールの旅客機のダイキャストモデル。トミカサイズのミニチュア旅客機というコンセプトで開発されたため、全長がトミカの箱とほぼ同じ長さであり非常に小さい。なお、これとスカイトミカはトミカ名義で販売されていたが、 トミーの製品ではなく香港のリーント医者の製品をトミーが輸入販売したもの。1973年から登場したシリーズ。名称通り戦車を製品化したもので、すべての車種がフォースケールで統一されている。しかし単価が高いこともあり、わずか2年ほどで生産中止となった。手動で走らせる、通常のトミカとは異なる、電池やゼンマイなどを使用し自走する商品も、 存在している。いずれのブランドも動力を搭載する関係からか通常のトミカよりも一回り大きくなっている。2010年にトミカ40周年を記念して発売されたシリーズで商品名は手転がしエコロジーの造語。内蔵の超小型発電ユニットにより手で転がすとライトが点滅する仕組みとなっている。通常のトミカと同じサイズで車種は 商品の性質上緊急車両が多い。このシリーズは製造をタイで行っていた。トミカには自ら音声を発するシリーズも存在している。いずれも通常品の流用で以下の4シリーズとトミカではなく基地や駅が音声を発するアルファートミカシリーズが過去に発売されている。トミカには情景部品の一つとして駐車場や高速道路、 フェリーといったトミカワールドシリーズが発売されている。主なシリーズ展開としては、建設、警察関係があり、2009年現在は、トミカハイパーシリーズを中心に商品展開されている。一方、街の身近な建築物を模したトミカタウンシリーズもあり、交番や消防署をはじめ、エネオス、セブンイレブン、ミスタードーナツなど実在する企業の建物も製品化されている。 トミカヒーローシリーズは特撮ヒーローが登場しヒーローたちが乗り込む車両をトミカ化するシリーズ。世界各地で発生する災害にヒーローたちが立ち向かい人々を救出するというコンセプトで作品に登場する車両が製品化されている。車種は通常品の流用が大半を占めるが一部新規金型で製作される車種もある。2008年4月から2010年3月まで。 特撮ドラマが2作品が制作、放送された。トミカと連動する大型ビークルとプラキッズを絡めたシリーズ。主にハイパーレスキュー、ハイパーブルーポリスの2種類を中心に商品展開が行われる。2017年4月15日からこのシリーズをベースとしたテレビアニメトミカハイパーレスキュードライブヘッド機動救急警察が TBSK で放送された。 2018年からはドライブヘッドシリーズ第2期として月1回のインターネット配信が開始された。同年8月24日には劇場映画も公開された。トミカ誕生50周年を記念したアニメシリーズ。2020年4月から2021年3月までテレビ大阪、テレビ東京系6局ネットにて放送。 トミカショッププラレールショップ横浜店2005年8月に東京駅一番街にオープンしたトミカの直営店。トミカ博イベントモデルや宝トミーモール限定品など通常ルートでは手に入らない製品が置かれているのが特徴。トミカの他にはアパレル商品等の関連グッズやゲームコーナー、トミカ組み立て工場も常時設置されている。姉妹製品である プラレールショップも併設された店もあり、現在の営業店舗はすべてプラレールショップが併設されている。東京店は2007年12月から改装工事に伴い一時休業し、2008年3月に東京キャラクターストリート内に再度オープンした。2006年10月には境のオアシス21に名古屋店が、2007年7月には南蛮ウォークに大阪店が、 オープン、2010年3月には、福岡パルコに、福岡店がオープンした。2010年11月に、コピス吉祥寺内に、吉祥寺店がオープン、大阪店が大丸梅田店に移転開業した。2012年5月には、東京スカイツリーに開業と同時に、東京スカイツリータウン空町店が、2015年8月には、ランドマークプラザに、横浜店が開業した。 日本国外では2010年9月に台湾の新興三越台北店に出店している。また、トミカショップの名を関さない店舗もあり、2017年10月には羽田屋ポート店、2019年8月からは不定期店舗としてエミオ池袋店が開業している。1970年代後半から1980年代後半にかけてトミカフェアが実施されていた。 通常品の各種バリエーションを一挙に発売して販売促進を狙ったもので購入者には反則グッズが配布されていた。対象者種はミニクーパーやスバル360などカラーバリエーションの多い乗用車やグループ A、トラック、バスなど多岐にわたった。2000年以降全国で開催されている博覧会。ありがとうございます。